なんかみんななんか帰りたいなっていうのもなんか伝わってきてるし、なんか、でもこれ、これ、でも35分だしなって。3対1だったから勝つと思ったんだよね。次行こうねっつって。でも、来た時乗ろうって。次なんて絶対ないもんって思って。この光景見たことあるぞってなってて。あの、帰りたくなくて、泣き始める子供の前と思って、これチョコさん泣くんじゃねえかなってずっと思ってて、遠目で見ながら、多分泣いちゃいますよって言ったら、本当にわーって泣き始めた。いや本当にあのシクシクとかじゃなくて、やだードワッみたいな。一応心配で泣いちゃうと思うみたいなこと言ったらバーって泣き始めて、ほら泣いたつまりもうそこで4年も一緒にいるけど泣いたの初めてすぎて、なんか頭混乱してずっと先に進んでたスバル先輩がくるって回って、よしジアス乗ろうとか U ターンをしてくれて、 U ターンしてなんかもう泣かれたら乗るしかねえだろうと。いや違う、ジョゴもさ本当に泣くと思ってなくてさ、ルイ様の言葉でなんか勝手に涙出てっちゃったんだよね。乗りたいの乗りたいの。そう、赤ちゃんやんつって。そう、なんかそっからなんかスバルがすごい顔でチョコの顔をさずっと見てくるんだよね。お前4年で初めて見た同期の泣き顔がさ、なんかよけたとかじゃなくてさ、センターオブチアーチに乗り切ったっていう、なんかこれそれより大変なこといっぱいあったから今までに。